8枚目はカットバージョンに変わります。はい。これは変わります。前回の動画で言ってたことと違うんじゃねっていうかね、前回の動画のその他見たけど、書いてあることと言ってること違うよみたいな、そこまでのことを見ていただいて、知っていただいて、そういうツッコミが来るんであれば、ダンディはもう逆にそこまで見てくれてありがとうございますというところでございます。はい。やはりこれは、もう1年経っちゃったかね。1年前から、 やっていることなんでございますね。だから、一年前からやっていること、やり方を変えずにやりきらせてください。やるって決めたことをやりきらないと逆に信用を失うと思うんでね。だからこれに関してはカットバージョンが出ます。8枚目はカットバージョンに変わります。おびただしい時が流れたんでね。ちょっとね、あの、めまいがしたりとかいろいろかけない時間が増えたもんですから、なかなかちょっと難しかったんですけども。はい。で、ただね、ダンディはね、自分で自分の地質をもう見つめ、 ておりますよ。はい。だから安心してください。これもね、1年前からずっとやり続けていることがございます。1枚目から、今の動画で言えば9枚目ですね。それを全部見せます。はい。それを毎回行っています。だからカットバージョンに変わるんです。8枚目の動画も、1枚目から8枚目まで全部見せてました。はい。それで、それやるとね、なんとね、 いつ出会っても1枚目から全部出会っていただけるんですね。っていうことを思ってね。でもそれを見返すとなったら、鬱陶しいですね。長いよっていう話なんですね。8枚目だけでいいよっていう。この動画にしても9枚目だけでいいよっていうね。次でラストですから。ラストが出た時に、この9枚目もカットバージョンに変わるというところでございます。さあ、一気にいきますよ、これは。ねえ。あの日の思い出にリスペクトをして、やはりこれ1枚目持ってこなければ。ちえちゃんの笑顔が1枚目。ちえちゃんの表情が1枚目で始め なななければならいないと思って書いて書おりましたやはり原作にリスペクト大切ですよね。皆さんの思い出ですからね。しかし、ダンディの描くダンディの作画も好きになってほしいという気持ちがございます。はいで、そしてダンディがやることね。ダンディがやることにも好きになってほしいですね。これはアクションの表紙、こんなんなってたらとかですね。うん アクション雑誌でよく見る謎の、もうちょっと顔がでっかめの女の子ね。表紙の女の子バージョンのちえちゃん。これがちえちゃん二十歳になってたら、みたいなことですね。うん。こういう段で変やることもできればね、ちょっと好きになってほしい、覗いてみてほしいなって気持ちね、ございますね。せっかく出会ったんですからね。劇画アニメ風なんですね。しかしそればっかりになると、毎週土曜日夕方5時、リスペクトできませんからね。こういうこととかね。これ気づいてますでしょうかね。原作のこの絵。 あの絵が、なんとかして、春木み先生原作の表紙カバー、高畑勲夫総監督アニメの作画でイラストを描く、それ画集でなってたらエモいんじゃないかという、こういうところもね、やはり大事かなと思いますね。こういうの書いていかなければならないと思いますね。で、ここからちょっと順番違うかもわからないんですけども、はい。まあちょっとね、いっぱい溜まったんでね、うん。 映画ですね。おそらく映画好きである。これはね、えー、どんな映画かというかね、見てくれた人が気づくと思いますし、知ってる人は知っているっていうね。うん。新たな知らなかったことでも、こうやって出会うことによって、ジャリンコ知恵から、 新たな知るに出会えるっていうのがね、いいんじゃないかなと思ってね、こういうコラボあったらいいかなと思って書いておりました。うん。もしも全てに A で答えたらというね、こういうオマージュがダンディ好きですよね。うん。こういうの書いてくれたらええなという想像のシェアをしたかったでございますね。うん。この辺は書いててちょっといろんな意味で怖かったんですけどね、うん。はい。まあこれもちょっと有名ですけどね。うん。天使にラブソングをとかね。こうやって気づく方は気づくこと思います。で、これはね、 映画がいいっていうことではないですよ。映画は見た人がいいか悪いか決めたらいいことで、ダンディはこれちょっと苦手でしたけども、こういう表現で描きたかったっていうだけですね。うん。ちなみに一個言えばこれアメリーですけどね。好き嫌いを分かれるのは映画なら当然なんですけども、イラストとしてあるということと、映画の評判っていうのはまた結びつけないようにしていただきたいんですけどね。まあ勇気ある挑戦ですね。それがないと見ていただけないかなと思います。いろんな細かなカットですよね。こういうのがやっぱりね、イラストめくっていくとね、こういう細かなカットがあったりとかしますからね。 うん、これはあくまでもイラスト画集っていう想像ですからねこういうのがあった方がねイラストめくってる。 イメージっていうかね、想像つきやすいですよね。で、俺的イラスト、好き勝手集めて描いてみるバージョンですね。あの時の思い出ね、ダンディにも好きなシーンございます。やっぱりここは好きですよね。ここも好きですよね。いろんなタッチでイラスト感になったらね、まだダイエット失敗してんのかな。一回太るとなかなかね、頑張って長生きしてくださいね、というところなんですね。こうやっていろんなカットでね、いろんな想像でね、中学生になっても会いに来てくれてたんかなとかですね。うん、あの日のペアですよね。三人で来てるバージョンも描けましたよ。 いつもやっぱりね、寝ちゃってるひらめちゃんね。中学校になってもそうなんでしょうかね。はい。やはり夏暑かったですね。うん。まだまだ暑い日続くかもしれませんけど、体調管理、気をつけてくださいよと。で、こういうカットもありましたね。柄悪いさっちゃんノリノリバージョンですね。いいですね。アングルとか視点を変えるとね、まさるくん視点で描くとまたちょっとエモいもんがありますね。ひらめちゃん鏡結んでるのはレアですね。とかですね。これね、イラストっぽいですね。うん。リアルになってたらどうですかね。うん。リアリティ、ちょっとリアリティバージョンですね。せっせっせ,っせのよいよい,よい リアリティバージョンとかね。うん。原作を読んでる方、まだまだリスペクトございますよ。その原作のリスペクト、原作にリスペクトを持ちながらですね、ダンディに出会ってくれた方だけがわかる作画のタッチがこのようにあったらね、いいかなと思って書いておりました。はい。まだまだいきますよ。 さあ、8枚目でございます。8枚目はカットバージョンに変わっておりますから、まあこういうね、いろんなコラボ、えー、というものを書いておりました。うん。どんなコラボ、こんなコラボあったんやとかね、知るきっかけになってくれればいいかなと思ってね、コラボってええもんやなという。まあこの辺はね、もうこの動画の下ぐらいに来てるんでね、チャンネル内の話ですけどね、それはさっといきますね。これもショートでちょっと上げてみました。いろんな出会い方がして、えー、あっていいかなと思ってね。変わらない形、いつもの味、さあ、 いつも元気で変化を楽しんで参りましょうということなんでございます。9枚目ですよ。もういよいよ次でラストですからね。9枚目もカットバージョンに変わるんですけども。はい、ここです。変わらなくていいものをきっと。 からありますね。変化ばかりではなくてね。変化しなくてもいいっていうようなあるかもしれません。いつも元気で走って行ってくださいね。というところでございます。はい、そしてこれはね。以前書いていたものなんですけども、出会ってくれてありがとう。というところで。おしまい。 です。はい。ではね、9枚目はね、カットバージョンに変わるんですけども、9枚目と10枚目、やはり9枚目がこれだけになったらね、えー、やっぱ寂しいんでね、9枚目と10枚目合わせてじっくり見ていきましょう。